はい、どうも、翔です。今日はですね、11月4日、月曜日、祝日ですね、の日に、テレ、ワーワーで放送しました、レッドホットチリペッパーズの、様子をですね、昨日ちょっと録画したものを見たので、それでちょっとまあいろいろ思ったことをですね、シェアしたらなと思って動画撮っております。というのも、僕ね、すごくジョン・フルシアンテのファンだったんですよ。それこそその、ギター、レストラットキャスターね、60何年かな、の、まあ、リーシュ買ったりとかしてますし、その、エフェクターもほぼほぼその、ジョン・フルシアンテが持ってるものと同じものを買ったりとか、もう、ボスの CE1 とか買って、漬物石と呼ばれてるその、コーラスエフェクターなんですけども、コーラスエフェクター、まあね、そういうのも揃えたりとかですね、本当にジョン・フルシアンテのファンだった。だからそのレッドホットチリペッパーズが大好きだったっていう。で、幸いにもですね、あれ2000何年かな2006年、ジョンが、最後に、参加してるそのジャパンツアーも、公演にも参加できてですね、非常に本当にジョン・フルシアンテが大好きで、それでギターとかも一生懸命練習してってた形、でやってたものなんですけれども、やっぱりそのジョン・フルシアンテから助手クリングホーハーに変わってですね、どうしてもその I'm with you は買ったんですけれども、やっぱどうしても熱が上がらずんで、ゲタウェイでしたっけ、ゲタウェイに関しては買わなかったんですよね。視聴だけにして、やっぱね、ジョンが好きだったっていう。でサウンド的にもやっぱりそのレッチリなんだけど、いろいろ前レッチリチャレンジするような、チャレンジするバンドなんで、なんかこうジョンがいないっていうその穴と、ちょっと音楽性もね、ちょっと、まあ、大人の音楽になりつつあるなってるなって若干感じた部分としては買わなかったりだったんですけども、ワーワーのそのレッドホットチリペッパーズヘッドライナーのその様子を見て、昨日実はそのビーズ全部まあ5曲ぐらい見て、でその投資でレチラもう頭からキャンストップから最後のギビダウェイまで全部見ました。なんですけれども、素直に感じたことはがやっぱりね、レッチリ楽しいなっていうのと、楽曲の強さってやっぱりあるなっていうのが正直な感想です。ちなみに僕が今まで、いろんなライブ見てきました。大好きなアーティストのライブチケットどうしても取って何回も行ったりとかしたんですけれども、今まで見てきた、ね、ビーズのファンなんですけれども、今まで見てきたライブの中でははっきり言ってレッチリが一番すごかったです。ビーズが1位じゃないです。それは何かというと、その多分音楽的オルタナティブロックじゃないですか。オルタナティブでいろんなこうジャンルに挑戦するレッチリなんですけれども、基本的にファンク要素が強いな、縦乗りじゃないですか。だからね、そのライブだとそれがねさらに強調されてね、すごくもうエキサイティングできるバンドなんですよ、単純に音楽で。で昨日そのずっとお酒飲みながらレッチリ見てて思ったのが、なんだろうこの楽曲の強さっていうのが正直なところ。アイラクダートとかさ、まあキャンスオーパーもちろんね、なんだけども、一番最初のオープニングジャムであったりとか、あとはそのまあギブトアウェイもね、聞きもう耳がね、耳慣れしてるんでね、聞き慣れてるんであれなんですけれども、その他の曲たち、まあダニカリフォルニアもね、なんだろう、とにかくその楽曲の持つパワーっていうのはすごくて。とりあえずまあレッチリファンだったから、まあファンなんだけどね、見てみようかなと思ったら、久しぶりにこう乗って聞いてたっていう、やっぱすげえな、楽曲の持つパワーってすげえなと。楽しかったっすね、楽しかったよって言ったことは言いたいんですけれども、今でもその年取ってもうチャドとかおじいちゃんに見えるじゃないですか、フリーもで、アンソニーもね、ねひげ生や、まあだいぶ前からひげ生やしてますけれども、すごく おとなしくなって、まあね、こうバスケットの時にね、暴言吐いたりとかしていろいろニュースになってましたけれども、なんだろう、みんなそれぞれいい年の取り方というか、もうおじいちゃん近くなってきてるのに、それでもそのなんだろう、あのパワーだって、演出なんて何もないじゃないですか。本当に4人がその大きなステージの真ん中にちょこんとポツンといて、演奏をする、それだけであんだけの渦が作れる、音の波というか、そのなんだろう、ファンクロック
あんだけの人たちの心をかっさらっていって、一気にレッチリワールドにさせていくっていう、そのね、力強さたるや、やっぱりこの楽曲の強さ、やっぱ曲たちがすごいんでしょうね。それをね、痛感したライブでした。まあ、ところどころね、歌詞めちゃくちゃだったりとか、アンソニーちょっと大丈夫かなとか思ったり、ね、したんですけれども、もともとああいうバンドですからね、ちょっと危険性もはらんでるような、どちらかというと、なんだろう、ジャズじゃないですけども、即興演奏というか、なんだろう、こう音を楽し、自分たちが音を追求しながら、研究しながら、楽しみながら、こうライブ構築していくような形、その場その場でっていう元々のスタイルなので、ちょっとハラハラしながらも最高に楽しんでたという、相変わらずレッチリしてるなって感じでしたね。ジョシュのこと見ててちょっと思ったのが、まあジョシュもなんだろう、だから I'm with you 2011年からだから、やっぱその8年やってるだけ、そのレッチリになってきたなっていう感じはしました。そのチャドフリーたちとのそのセッション中のやり取りであったりとか、その音を聞きながら、その自分のその演奏法、演奏のを変えていく中でも、なんだろう、ジョシュとしてのレッドホットチリペッパーズとしてのそのジョシュの、なんだろう、居場所というか、表現の仕方が固まってきたなっていうイメージがありますね。それは強く思いました。なのでね、ジョシュのその変化、その馴染み方、まあずっとね、間あんまりこう YouTube でライブ見るぐらいだったんですけども、そういったところも含めて、昨日のレッチリね、ワーワーのヘッドライナーズスペシャルは非常に楽しめた、本当に最高な、ライブでした。はい、といったところでね、久しぶりにこのレッチリ見て、まあレッチリをまじまじと見て最高だなと思ってた、思ったことをちょっとね、今日お伝えしたかったの で、ぜひそのレッチリファンの方とかね、もし今日のお話が楽しかったと思う方は、チャンネル登録、高評価、そしてツイッターもやっておりますので、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。